を狙ううはお主であろう何かもっと大きな狙いがあるに違いない治安維持です吉房は私が見張りますやはりあの計画を実行するしかないですね藤原の吉房よそなたを中納言に任命する。 今まで以上に励め、ありがたき幸せ、神明をとして精進いたします。ところで、例の件は進んでおるのか順調にございます。ご心配なく。失敗は許さぬぞ。わかっております。必ず、 道安親王様を次期皇太子にやはりここにおられましたか見つかってしまったなお体は今は安定している問題ない恐れながら佐賀上皇様の身に何かあれば 義房が本格的に動き始めます。わかっている。わかってはいるが、体が動くうちに、もう一度ここに来たかった。純な上皇様もお喜びになっていることと存じます。しかし同時に、心配もしておられるかと。義房の狙いはおそらく、 常沙羅ら新様を敗退師にして、道安親王様を即位させること。さすれば、任明天皇様の信頼を得ることができます。本当にそれだけだと思うか佐賀上皇様は、何か知っておられるのですかいや、知らぬ。しかし、あの吉んのことだ。 何かもっと大きな狙いがあるに違いない警備を強化するように伝えておきます頼むお任せくださいやはりまだ倒れるわけにはいかぬなその通りにございますそろそろ戻りましょう上皇様。ま分かった またお会いしましたね、小阿峰殿。この前は、常定親王様の好物を教えていただき、ありがとうございました。礼には及びません。そんな怖い顔をしないでくださいよ。今日は何用ですか今日は、佐賀上皇様の容体をお聞きしたくて。それは何故ですか <laughs> 小網で殿は面白いお方だ。もちろん心配だからに決まっているではないですか？純な上皇様が亡くなってしまった。今、佐賀上皇様だけがこの国を支える唯一の存在となっておりますので。心配ご無用です。ご安心ください。では！ 私は急いでで。おりますので常貞親王様の敗退士を狙う輩がいるという噂を耳にしましたしっかりと守ってくださいよ東宮坊立脇の舎人友の小は峰殿あなたに言われなくてもそのつもりですでは私はこれで。 廃大使を狙うやからはお主であろう義房いかがしたこれは阿保親王様お久しぶりにございます藤原の義房と何かあったのかとても険しい顔をしておるぞいえ大したことではございませんお気遣い感謝いたしますなら 「よく来てくれたな阿保親王よ。それで私に頼みとは。常貞親王に謀反の噂があるのは知っておるか?」。「はい聞いたことはあります。 詳しく知っていますかい,いえ任明天皇を暗殺して次期天皇の座を狙っているという噂ですそれは物騒なしかし常皿親王様は皇太子を辞退したがっているという話を聞いたことがありますそのようなお方が 謀反を計画することなどあるのでしょうか橘の早成や友の小網根にそそのかされたのでしょうあの二人がそのようなことをするとは思えませんが藤原の義房が裏で糸を引いているとしたらどうですか義房が確かに 先ほど義房と友の子は峰が何やら話をしておりました。内容までは聞き取れませんでしたが、私の手のものからも同じような話を聞いています。そこであなたには、友の子は峰を見張ってほしいのです。そして、何か動きがあれば、逐一私に報告をしてください。恐れながら、 ヨシフサを見張った方が良いのではないですか。ヨシフサはとても慎重な男です。はっきり言って、あなたでは無理です。そうですね。ヨシフサは私が見張ります。力を合わせて謀反を阻止しましょう。この国の平和のために。 かしこまりました無理するからですよすまないなカチコ。おとなしくしといてください分かったお体の具合はいかがですかこれは失礼いたしましたい,いえお気になさらず 叱られてしまったよこの年になって情けない <laughs> <laughs> 上皇様大丈夫だいやもう長くはないなそうですかそれは残念です常定親王と この国を頼んだ分かっております気をつけろ吉房は私たちの予想を超える大きなことを狙っているはずだ急いで協力者を集めろ <laughs> おやすみください。あとは私と早成殿にお任せをああ少し眠るとするよどうでしたもってあと数日かとそうですかやはり。 あの計画を実行するしかないですね。まだ人が足りません。小阿弥殿殿は阿保親王様と面識がありますか。はい。何度かお会いしたことがございます。まさか。阿保親王様は親王人国で数々と公づの大使を歴任していた人物。 ひとまず東国に逃げるなら協力者として適任だと思います。でも実際に赴いていたわけでは他に思いつく者がおりません。藤原式家の小次殿や吉野殿に協力を仰ぐというのは藤原氏の者のは信用できません。たとえ式家であっても藤原は藤原です。そうですね。 わかりました。アボ親王様にお願いをしてまいります。頼みましたよ。私は常更親王様に計画のすべてを話してまいります。失礼いたします。まさかお主が見舞いに来てくれるとはな。ありがとう。 大変お世話になりましたから当然ですよ。むしろ忙しくて今まで来られなかったことを謝罪したいくらいです。謝罪か。謝る気持ちがあるのなら、この国の平和のために尽くしてくれないか。もちろんですよ。藤原義房よ,よ。 お主の本当の狙いは何だ治安維持です私は誰よりもこの国の平和を願っておりますそうかその言葉信じるぞよしふささて次回の百科竜蘭歴史伝は 上話の編の後編をお届けします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。